お尻が壊れてる。お尻が壊れてるんですか。すごいしなやかに動きますね、これ。そうなんですよ。これ大丈夫。もうこれ重し、だって重ししないと。また溶けるじゃん。ちょっと持ち上がるじゃないですか、こう。はいはい、ここから、はいはいはい、クッと、うんうん。この余力みたいな。え、わかんない。これリバウンドって言うんですけど。いいですか。じゃあいきますか。はい。よーい、スタート。ああ、相変わらずしなやかな足の動きですね。あ、緩い方行くんですね。あ、そっかそっか。そういうこと言わないで。まあいいキャンプ場ですね。いや、ここ本当にいい、うん。あとこの位置いいんじゃないですか。うん。隠れ家的サイト。フライフライで。あ、ちょっとこのご飯炊ける間に、はい、ラジキャントーク。あ、しますか。いいですか、その愛車自慢。ちょっと。じゃあ自慢の愛車お願いします。ドン。不朽の名作。東京なんだっけ、アーバン。ちょっとずっと指が引っかかっちゃってて、もう一回。ダン。ドン。不朽の名作、アーバン東京号2。ここに出してくんだよ。アーバン東京2。これあれですよ。もうずっとやってるやつ。これずっと愛車ですよね。ずっと愛車って、何が。これはでもイベントでも受けがいいんですよ、この足回りが。あ、このよく動くから、このエロい動きが。これは何がうまくいったかっつって、これがうまく組めたこのアクセルが、メタルが。はい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 、ここ。そう、あれ、これ合宿の時のやつ。あ、で合宿の時に直したのにも壊れたから。はいはいはい、接着でせっかくネジ止めを変えて、 はい、あれしたのにもう、はいはいはい、行ってしまったんですよ。行ってしまわれたんですね、はい、彼は。はい、彼のお尻の方が行ってしまわれたんですよ。お尻の方が行ってしまわれたんですね、はい、お尻が壊れてます。これ使えないですね。使えない使えない。彼のそうお尻は行ったんです。ただですよ。ただこの非常にあれです、C14 とこのタイヤは相性がいいんですよ。あ、このお気に入りの組み合わせなんですね。そうなんです。これあの今あるようなリードロックとかの、はいはい、でっかいやつにしても、はいはい、ちょっと違うんですよ。うん、これがやっぱりこれがいいんだ、ベスト。へえ。でちゃんとこう足回りが動くから、この上がる感じも路面に追従すると。そうなんですよ。確かにこれお尻が壊れてる。お尻が壊れてるんですか。これ確かにすごいすごいしなやかに動きますね、これ。そうなんですよ、この人やっぱ。なんかクニャンクニャン、なんでなんですか。ちゃんとあれですよ、でもケイさんに言われた通りやったっていうのも違うけど、うん、ここポイントは多分これが一番うまく組めたの。うん、ここにもう引くぐらいグリス入れたっていうのが。確かにグリスアップいいっすよね。そうなんですよ、あのデューロのグリス、うん、デューロのグリス、デューロこれ、はい、このデューロのグリス入ってますけど、デューログリス、はい、僕が言うのもすごい変なんですけど、はい、あれ意外にめっちゃよくできたんですよ。あれいいっすよ、ね、そう本当にいいっすよ。そう、結構高次元でいいグリスになってて、はい、これまああれ塗るとこうなりますわな。重さも適度にある、コーヒーネットとか、うん、あの後輪ちゃんとついたものあるし、はいはいはい、あいいっすね。これ大丈夫ですか、明日、はい、今日寝て明日あれですよ、みんな今日トークして、ラジキャントークして明日、はい、一台一台走ってもらって、はいはい、でこう一人一動画にさせていただきますので。なるほど。こうトークであんまりふかすと、はい、明日痛い目見る。明日痛い目見る。あのジムに出てから
ステッカー中毒でした。ああ、そっかそっか、増えてるんですこの辺ですね。そうそう、協賛していただいた。うん、でもこの中でやっぱ一番お気に入りは、僕はあのずっと KPC、 これが好きなんだ、これずっと好きKPC これね、これはいい、うん、いいんですよ。僕が適当に作ったやつですね。適当じゃないか、これ販売してるから適当なんて絶対言っちゃダメでもほらちゃんとあの架空のコンセプトがあって、そうそうそう、作ったステッカーだから、そうそうそう、これはそうなんです、それはね、いいですよ。だからあのほらアウトドア仕様だったらアウトドアのやつしか買わないけど、これはちゃんとあのコンペ仕様だから、なるほど、スポンサーがいっぱいいるんです。なるほどなるほど、そういうことですね。スポンサーのシールが貼ってあると。でもあれですよ、やりすぎてほらジオラマのカスめっちゃついてます。カスって言わないあれね、あの岩山の、そうそうそう、うん、あ、でも使い込んできたやつってここが味が出てくるんですよね。 あ、吹いてきちゃった、吹いてきました。これは重しです、重し、これでこれ大丈夫え、もう溶け、これ重し、だって重ししないと、また溶けるじゃん。あ、また溶ける。これ、これはこれです。おー、いい。ね、ちょっと弱めにできます。それ強い、強くなってる。あ、そう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 。もっともっと。はい、もっと絞る。もっと絞る。はい。ということで私のあの自慢の愛車は、はい。普及の名作。もうこれはもう1年以上。1年以上使ってるんじゃないですか。そうですね、1年以上このままだって本当にだいぶ初期からですよ。そうですね、一時期、うん、一時期これあれですね、アーバン、そうです、東京ですよね、アーバン東京2になる前、あのグレーのやつ、そうです、そうです、あれグレーのやつがもう今これになって、まあ軽いメンテだけしかしてないです。で壊れてもないし、うん、ちなみにあれです、リフトアップのリンケージつけてシャーシも変えて、はいはい、でこっちは スピードマッチでしょ、これもやってあるんだ。あ、そうです、これもサーボ、サーボマウントやって、ここ水平にして、今はもうあの普通ですけどね。ああ、まあまあ、まあ、あのジムニーは標準にしちゃったんで、標準になっちゃってますけど、うん、この頃はあれですから、もう自分で憧れですよ、憧れの、うん、アクセルサーボマウントかなんて憧れですよ。そうですね、この頃マウントステアなしって、いやもうやりきってますねこれ。そうなんですよ、カンスト、これでもやだから一番好き。いやこれいいな、この足が柔らかくて、これこれなんていうか知ってます、この自重で自分の重さで今普通の状態ですよね、はい、そうだ、お尻壊れてるな。でこっからちょっと持ち上がるじゃないですか、こう、はいはい、こっからクッと、はいはいはい、この余力みたいな、わかんないです、これリバウンドっていうんですけど、これ結構奥深くて、これ結構結構程よくリバウンドがあっていいですね。リバウンドがある方がいいですか。好み、そうですね、人によって考え方とか好みとかあるんですけど、僕はちょっとこのリバウンドある方が、この足がよく動くんですよ、こうやって、リバウンドあった方が、この余力がある方がこうなんかあの足動いてるなっていう感じ。そう、そのしますけど、ね、こう余力がこうあった方が持ち上がった時にちょっとこう余力があるから、足がこっちが降りたいっていう時にちょっと降りるんですよ、自然。ああ、なるほどなるほど。こう、あ、そうっすね。はい、ああ、そうっすね。あれかな、なんでこうなったか分かんないです。使い込んでいくとね。そう、多分これ使い込んで、うん、足が育ったんですよ。そんな気がします。だいぶ足が育ってますよ。いいっすね。だからあとはなんかボディを変えて楽しむっていうやり方も、うん、はいはいはい、そうっすね。いいかな。うん。ボディキットもね、ボディだけもたまにガレージセールで売ってるんで、そうですね、イベントに来ていただいた方はそうですね、たまに売ってるんで、そういう時にゲットしてもらって、はい、ゲットしてもらってボディの乗せ替えも楽しんでもらえればいいと思います。あと結構いらっしゃるのが、この頃に C541 の、あのボディだけ出てたじゃないですか、はい、あれで乗せ替えてる人とかもいるんで、そういう人は結構ボディ余ったりしてるんで、そういうのを活用するっていうのもいいかもしれないですね。うん、じゃあ明日、はい、これちょっと走りの方も見せてもらいたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。どうやって止めるんですかこれ？それ。赤いとこグッと押す。直し。静かなキャンプ場になってしまいましたね。そうですね。じゃあ、
ちょっとお尻壊れたんですか。2層目ウッド社長です、はい、ちなみに新平磯野さんは、はい、一発でクリアしました。クリアしました、はい、しかもこの上に荷物満載のジムニーさんで。ああ、やりますね。そうなんですよ。何の苦労もなくって。いや苦労ちょっとは苦労してたと思いますよ。あ、本当ですか。うん、あのそんな楽勝っていう感じではなかったんで。いやー、負けたくないですね。で、こっちがスタートになります。あ、いいですね。はい、なんかスタートで、はい、こうスタートで向こうに、向こうの地面に無事たどり着いたらゴールです。これどうですか、コース見てみて。ここはあれですね、意外とどういうふうにクリア。あ、このアプローチですね。アプローチ、ファーストアプローチ、はい、から、まあこのサスケファーストステージみたいなクリアすれば一回ここは小平でいけますね。そうそうそう、そうです、受けて、あとはジオラマコースト。そうです、そうです。で、最後のあのブリッジが、そうですね、結構難関なんで。どうしようかな。いいですか。じゃあ行きますか。はい、用意スタート。あ、相変わらずしなやかな足の動きですね。お、何この二択本当だ、二択になってんだ。おお、右を選びます。おお、おお、ここ、あ、意外と段差がありますねこれ。結構深い、結構深いですよ。これちょっとじゃあ思いっきりいきます。はい、よい、おい、まあここぐらいの坂はね、いつもの。まあまあまあ、あ、緩い方行くんですね。あ、そっかそっか、そういうこと言わないで。お、ハードコース。男はね、こっちなんですよ。さすがっすね、さすが男前っすね。おお、おお、いやー、おお、しなやか。あ、おお、まあ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 、もうベテランラジコンおじさんじゃないですか。意外とトラップがある。そうそう、これゲート外しちゃったんで、これがね、ゲートのコンセプト。おお、ここさあ、ここに乗せて今回の最難関。あー、結構簡単にいっちゃうなこのマシーン。はい、オッケー。なんだ、また取れ高なしか。あ、そうっすね。新平磯野さんも一発でいっちゃったんで。足案がなかったっすね。全然取れ高が。あ、取れ高来ましたよ。あ、じゃあ最後の取れ高いきますか。いきますか。申し訳ない。ケロロゴ。申し訳ないですね。いやいや、どれだか取れ、いや、見てたんですよ。え、見てたんですけど、うん、簡単そうじゃないですよ。いや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 いけますよ。ふかすな。同じ車ですよ。今怪しい音したぞ。そう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 、あれなんかケロケロ言ってるよ。